メンタルマップとは認知心理学において記憶の中に構成されるあるべき姿のイメージを指す言葉である。地理教育では心の中の地図のことを指し重要な概念とされている。メンタルマップを調べるには自由に思い浮かんだ地図を描かせる方や課題に沿って順序を追って描画させる方法が挙げられる。前者では印象深かった建物などが描画されるが、 全体的には曖昧なものになる傾向がある。校舎ではより細かい描画も可能となるが、出題者の課題によっては、メンタルマップを改変させてしまう危険性もはらんでいる。地理学、特に行動地理学を置いて、メンタルマップは、地理空間上での書き手の空間的知識の広がりを理解するために用いられる。一般的に、都市内を描いた手書き地図には、都心から、 居住地に向かって広がる線形の範囲内が描かれる傾向にある。元来、メンタルマップは自分の経験や知識、感覚をもとに構成されたイメージであり、人はそれをもとに行動をとる。しかし、実際の環境がメンタルマップと大きく異なった場合、躊躇したり、パニックに陥る場合がある。これをメンタルマップの破壊という。 コンピュータ上のグラフィカルユーザーインターフェースにおいて画面遷移の際にパーツの配置を大きく変更することはメンタルマップの破壊につながるため禁忌とされている。ただしフェールセーフの一つの方法としてメンタルマップの破壊を利用した配置を用いる場合がある。ありがとうございます。